郵便ポスト、まあ玄関の内側から開けられる郵便ポストです大量の石が袋に入って入ってた石,石どうも島田修平です始まりました島田修平のお階段巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます さあ、この方来てくださいました。実は階段めちゃくちゃお持ちで、階段の方もですね、7冊ぐらいも出されてるっていうすごい方なんです。ご紹介させていただきます。特別正幸さんです。お願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。ますなんかわかんないですよ。スタッフ陣の拍手のなんか量が多かった気がしますけど。はい、あ、そうなんですかはい。いや、でもありがたいですね、それは。 意味が分からないですよ、ね、な,なんで多いのかは。<laughs> みんな大好きで、大歓迎っていうことだと思うんですけどもね。誰の時が一番少なかったですか言わなくていいんですか本当にさ、何のそういう、本当そういうとこあるよね、昔からっ <laughs> ちょっと。ちょっとね、聞いてみたいなと、興味があるなと思って。<laughs> お父様がね、特別和夫さんですよ。えー、あ、そうです、ね。で、三つマングローブさんはどういるんでいとこす、ね。いとこっていう、ね。えー そんな中で、はい、実は一番やべえのは徳光雅之ですから。全然そ,そんなことないと思うんですけど、ね。<laughs> うちの父親も相当やばいでしょだって。ね。え、今日そのお父さんの怖い話でしたっけ。あ、あの人はね、怖さのね、欠片も持ってないんですよね。どういうことですか。いや、だから、普段から穏やかな人だし、怖い話も全然知らないし。ええね、まあ、だから、あれですね。ギャンブル癖ぐらいですかね。怖いのはね。<laughs> 自分が稼いでるからいいですけれどもね。 いやーでもこうやってねいつもこうまあ冗談でね楽しい話をたくさんしてくれるという特別さんなんですけどほんとからもう何冊おそらくですけどもちょっと正確に覚えてなくて申し訳ないんですがまあ7冊か8冊でそれ単独だと単独というか自分一人で書いてるっていうのだとまあ4冊で。 あとは強調です、ね、多彩ですすね多彩よご自身で、ね、ちゃんと取材されてあ取材は、ね、お話とかも聞いてとか現場に足運んで書いてるっていう。だからまあこれはあれですよ、ね、まあ、ありがたいことに幼い頃から、まあ、そういう怪談とか結構好きだったもので。 でそれをお仕事にさせていただいているというのはこれは感謝しかないですよね。<laughs> <laughs> なんか嘘くさいんですよ、ね。いやそんなことね。なんかよく思われようみたいなそういうモードの日なんですか。<laughs> だって嘘だもん今話した。嘘 <laughs> だ。嘘じゃないです。本当に <laughs> 本当の話でしょ。ありがたいですよね。自分の好きなことを仕事にできるって。本当ね。本当これって感謝しかないですよね。ね本当ですよね。一番もしかしたらやりかやりたかったことかもしれない、ねあ。階段なす、ね。階段です、ね。あのまあもちろん階段っていうとね。まあ お化けの話もありますけど、うん、ほら人コアっていうジャンルもあるじゃないですか。特密、うん、さんってやっぱりなんか人を見る角度がちょっとっ独特というか、うん、本当この人よく見てるなって。そうですかね。でそれはもちろんいい部分も悪い部分も。それをなんかこう本当に俯瞰でこう眺めてるから。で、うん、なんか情報もすごいんだけど、やっぱ人のいろんな話とか人の闇なんかでもすごくす、ね、そういうのは興味ありますね。造詣深いですよね。 まさにだからひとこわっていうお話が出ましたけれどもちょっとね不思議な話これをその島田さんとか視聴者の方がどう感じるかっていうようなちょっと変わったお話をしたいと思うんすこちらの耳が超えた方多いので<あ>ぜひちょっとねどういうことなんだろうってっ、ええ、そうですねお、ね、意見とかコメントの方にいただきたい聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、これ あの女性の方に取材したお話なんですよね。えー、でその方があのご結婚してまあある地方都市で暮らしてらしたと。でその時にまあ引っ越ししたてであれ子供がいくつぐらいだったのかな。あ子供まだ生まれてないのか。うん、で生まれる前に、えー、まあおし引,引っ越しをなさって、えー、まあ一軒家だったんですよね。はい、それでピンポーンってその彼女が一人でいる時に。 ピンポンって、まあ、ベルが鳴ったと、はい、でえどなたですか?」ってパッてその何んですかドアホ本越しにあのまあお声かけをしたんでしょうね、えー、モニターにも一応映ってるんでそしたら割合とそのまあ中年から後年に差し掛かるぐらいの女性が一人で立ってらしたと。うんうん、で「オタク足りてますか?で」ってんか首をかじげて。 インターホンに移って、そういうことを聞いてくる。うんはい、で、え、何がですか。それもう一回足りてますか。いやでもなんかちょっと気味が悪いんで、えーえー、なんか彼女も起点を聞かせて、あ、足りてます。って答えたらしいんです。はい、そしたら、あ、足りてるんだったら、えー、結構ですけれども、一応。 あのこれから何かあった時のために、えー、私が来たら足りてない時はおっしゃってくださいねでまあドアホンの,そのモニターがパッと消えたとはいで、まあ、消えたと同時に郵便ポストにガサガサッと音がしたの、はい、<laughs> そしたら郵便ポスト、まあ、玄関の内側から開けられる郵便ポストだったんですねそしたら大量の石が袋に入って入ってた石石 でまあその石が大量に入ってて、まあ、旦那が帰ってきた時になんか石を持ってきたおばさんがいたんだけど「なんだそれ気味悪いなって」まあそんな石捨てちゃえよ」ってってまあまあなんてことない感じで捨てちゃったらしいんですでまあご結婚なさってる状態じゃないですか。お、はい、お子子様様がができてでお子様が、えーまあ、幼稚園に通われて 出た時になんか手にあのビニール袋を持ってたで幼稚園の帰り道かなんかですかねでじゃあねまさくんにしときましょうか「まさくん何持ってんの?うん」ってこれ石もらったの?うん」えて言っえで石なんかもらったの?」あのねメガネかけたおばちゃんにもらったの。でまあそこでパッと。 そのインターホン越しに見た女性の顔がよぎったらしいんですよ。はい、じゃ、まあ、気持ち悪いから。あ、今度、お母さんが石拾ってあげるから。もうそれ捨ててきなさいっ,つって、まあ、その。まさ君という子もいい子だから。えー、まあ、お母さんの言うことを聞いて、石を捨てに行ったと。はい、で、時を経て。えー、まあ、その地方都市から都内に戻ってきたわけです。<laughs> 旦那の転勤で行ってきたもんでね。はい、で、まあ、その。まさ君という男の子が。 まあ思春期になって割合とそのいじめとかまあそういうのになっちゃってですよねでまああんまり会話もできないってまあよく引きこもり家庭にあるようにえなんていうんですかね手紙を書いてあのお食事を彼の部屋の前に,の前にってい、はい、で何が欲しいのっていうあ,のある日。あの 書いたんですよお前らみたいなやつに分かるわけはないって帰ってきて。でまあその日は終わって次の日にでもそうは言っても欲しいものを書いてくれれば何かマサ君のために手助けになるんだったらとりあえず石を持ってこいって一言書いてあったら、はい、でまたあの例の書籠のおばさんの顔がよぎったんですけどうんー何なんだろうこれで石を 持ってきた置いいたらしいんですよど瓦からどっか分かんないですけども。はい、したら次の日にあのなんと朝の食卓にそのマサ君が降りてきて「お父さんお母さんありがとう」って「僕は石が欲しかったんだ」って,ってそれは朝食は3人で食べてで、えーまあ、旦那さんは出勤なさって、うん、で、えー、まあその彼女ですね主人公の彼女も家を出て。 で帰ってきたらリビングの食卓の上に「新たな石を探しに来ます。今までありがとうさよなら」って書いてあってそれ以来息子行方不明になっちゃって捜索願い出したけどどこにいるかもう分からないってこなんかもう変なな話じゃないですかこれ幽霊とかの実際の話なんですよ。 で彼女っていうのはまあ僕よりちょっと上の人なんですけども、いまだにやっぱり息子とは温心不通だって言ってましたね。えちなみに、うん、その旅立ってしまった時の息子さんっておいくつぐらいだった？十五歳、十五六歳ですね。十五歳から、か<ー>中学生だから。だってまだまだ未成年だから。そう,そう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 。なかなか大変ですね、うん。だ僕この話をその本人も載せたんですけども、はい、本人載せるかどうか迷ったんですが。はあ まあ、一コでもないし、幽霊の話でもないじゃないですか。ただ、ずっと僕は思い出深くというか、この取材をした時に、ずっとなんかここに引っかかってる話なんですよ。だから、ここで島田さんの前でお話しさせていただいて、えー、ご覧になった視聴者の方にご意見いただけたらなって、どう思いますかっていう問いかけのようなお話でございますね。確かに、まあ、ごめんなさい。あの、すご,ごく、うん、まあ。 表現が間違ってますけど、うん、面白い話ですよね。ね何なんですか、その話。面白い、気味の悪い。うん、だから、そのおばさんがまず何だったんですか。まあ、やっぱりね、そのご両親からすると、本当にね、まあ、心配で心配でっていうね、うん、もう切ない話ではあるんですけど。うん、何なのっていう。うん、そう。落ちらしい、落ちもないし。最初の足りなくなったら、行ってください。っって言ったおばさんが。 もう意味わからないですしでもそれはやっぱり何か,だかその後息子がいなくなっちゃうわけでしょ、はい、石を探しに、ええ、だこのおばさんと息子の何か因果関係みたいのがあるのかなとも思うで一回きっとおばさんと会ってるわけですもんね石もらってるわけですもんねそれにその石に魅了されちゃったのか分かんないですけどもでもその石っていうのは特に何かその辺の石けですよね、ええ もしかしてその不信がらずにその石をちゃんともらっていて足りないんですって言ってその石をちゃんとこう家にこうなんかあったら息子さんはその石がたくさんあるおかげで補充されてるおかげでそんなことにならずにとかってことになってたのかな、うんうんうん。あなるほどあそういう見解あかもしれないですよね。 いい話として捉えると、石は愛の塊だったみたいだね。それ、それだとしたら、石がたくさんあれば、幸せな家庭が築けたのに。だからまだ彼には、その幸せの塊が足りないからって,て探しに行っちゃった。でもその、それだったら、石大量に持って帰ってきてもいいじゃないですか。はい,はい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 。ねえ。お母さんお父さん、これだけ持ってきたよ、みたいな感じで。 そ,そんな、まあ、ちょっと変な行動ですけどもそんなふうにしてても別のこの今回のお話の主人公の彼女は戻ってきてきほしいわけじゃないですすそうででよね、うん、本当そうですよねでもやっぱりそういう息子さんがねいまだに行方不明であるって、まあまあ、その後連絡ないからもしかしたら帰ってきてるかもしれないですけどもやっぱりね家族がいなくなっちゃうっていうのはね,ねもうずっとその。 何かね心に穴が開いた状態で、そこそれを埋めることができないって言ってましたね。うん、いや本当、うん、そうですよね。しかも可愛がって、うん、でその息子さんが少しねこう、えー、うまくいかなくなっちゃった。でもやっと出てきてくれたっていうね、うん、嬉しい。そうですよね。それでもうまた幸せな日常が帰ってきたと思って帰ってきたらもういなくなっちゃってるって。うん、なんかあの石って。はい。 まあパワーストーンとかもあります,りますよね。なんかこう力を宿すみたいな。やっぱりね、うん、僕らよりも大大大大先輩で、ええ、昔からこう地球上でいろんなこうね、奇跡的なものによってこう石としてこうできていくわけじゃないですか。何、はいはい、かこう、僕は石ってやっぱりこの意志に通じる。なんて思ってる、うんですよね。<う>強い意志とかね、そう,ですねそういった意志。 削られて削られて丸くなってね角が取れて<ー>瓦にたどり着いたりするわけですもんねさまざまな形を変えてね、うん、ああなるほどな。まあこ 話すると多分、有吉さんとか全否定するいます。みません、有吉さん。すみませんでした。ええ、全否定されるとは思いますけれども、<laughs> でもね、そう思うのは勝手でございますからね、我々がね。ええ、いや、ちょっと本当に、今回のお話、うん、皆さんちょっとどういうふうに感じられて、うんうん、こういうことなんじゃないのかなっていうふうにね、皆さん思うればいます。そういうの、ね、ちょっと書き込んでいただきたいな、はい、っていう部分が、ね。二人でコメント欄はもう今回、ン見しますんで。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 でまあ、やっぱりまあこうう不思議な話もいいですけれども、まあ、これもまあ不思議な話っていう言えば不思議な話ですね。じゃあそれ次回次回にしましょうか。いいですか。はいわかりました。お話たくさんお持ちだからいいいい聞いたことがないような。 えー、本当にでも、何なんだろうっていう、すごい凄まじい話でした、ね。なんか変な話ですよね。はい、ありがとうございました。はい、皆さんですね。こういった話たくさん載ってます。とくさんね、あの、本出されてますが。はい、こちら、あの、えー、皆さん、ぜひチェックしていただきまして。はい、はい。読んでいただきたいと思います。あとね、徳光さんと、え、岩井島子さんが定期的にね、はい、ロフトプラザでやられています。お目こぼしというね、えー、ライブもありますが、こっちもすごく面白いライブですからね。 はい。足運んでいただきたいと思います。ありがとうございます。<laughs> というわけでゲスト、徳光正之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。